尾崎行雄は、1858年、神奈川県相模原市に、尾崎行雅の子として生まれ、日本の政治家、教育者として著名な人物です。11歳まで又野村で過ごした後、弟と共に上京し、当時日本一の学校との名声を得ていた、慶応義塾同時局に入学するや否や、塾長の福沢諭吉に認められ、12級の最下級から最上級生となりました。その後、1890年の第1回総選挙から、1953年まで、60年7ヶ月の長きにわたって、衆議院議員を務め、その間、幕閣政治や軍閣政治に断固反対し、議会制民主主義の確立に尽力しました。その功績により、衆議院から憲政功労者として表彰され、以来、憲政の神様と言われてきました。